You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Your tears, they say a thousand words. I've heard them more.
東京ドームテーブルウェアフェスティバル、今年はオンラインになりました。去年までずっと出してて20回ぐらいかな。いつもだったらだいたい100番ぐらいのブースのところですね。滋賀県の東近江市の八風窯です。今年の出店名がちょっと変わりました。八風窯っていう名前から八風の焼き物屋さんという名前で出してます。琵琶湖の東で焼いてます。鈴鹿の山の始まる山里、今は東近江市と言いますけれど、もともとの名前は永源寺町でした。ポツンと一軒家みたいに見えます。でも最寄りのバンガローまでは50メーターです。横に渋川っていう綺麗な川が流れてる、そこで仕事させてもらってます。嫁はんと2人で細々と手作り手書き八風窯です。2000年頃から子供食器を作るようになって、それがメインの仕事になってます。食べるための道具、和むための道具、形の工夫が食べる手を助ける、子供食器、家庭食器、介護食器まで、そう言ってます。21歳の時の僕です。京焼の窯元で絵付け師として入りましたが、すぐろくろの方にも行かしてもらいました。60歳の僕です。あっという間にもう44年かな。近くに八風街道が通ってるんで、その八風という言葉をいただきました。八角形の中に風の一字、それで八風窯、ハンコは八角形の中に風の一字が彫ってあって、それを押してます。柔らかい印象、でもとても丈夫。よそさんより100度高い1320度の焼き、手取りは軽く柔らか、癒し効果、断熱性と保温力、陶器の良さはそのままなのに、磁器よりも丈夫、染み込まない、電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK、 たたら作りの皿はオーブン不可。倒れない倒れない、こぼれないこぼれない、こぼれない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 、曲がりくねり揺らいだ縁、お箸を乗っけて転がらない、中身スプーンすくうとき外にはこぼれない、夏が来るそばすする、わさびはここに、冬になったら鍋食べる、シルエットは同じ。こっちは360円で売ってる磁器の豚水、鍋を食べるための道具、こう持って熱くなく持つ。でも360円手が滑る角度、360円機械生産の時期だから、じっとり餅を持ってどうしても熱く熱くなります。本物の陶器って粒子の粗い土を使う、空気の粒がいっぱい入ってる、だから手取りが軽く柔らかく感じます。そしてそれは断熱性が高い、だから熱いものを熱くなくしっかりと指をかけて食べれます。その鍋、もしおでんやったら、練りからしをここに、
パプリカこれを使ったらあなたの暮らし助けます、ハレルヤこれを使ったなら心遊ばせあなたは笑う、手には1650円お金を持って、ラルラリラ、ようできた歌やろ。柔らかい印象でもとても丈夫、よそさんより100度高い1320度の焼き、手取りは軽く柔らか、癒し効果、断熱性と保温力、陶器の良さはそのままなのに磁器よりも丈夫、染み込まない、電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK、 たたら作りの皿はオーブン不可。八角形に風の一字、八風用。焼き物の後ろに押しているハンコも八角形に風の一字、八風用です。釜は灯油釜 0.5 っていう大きさ、そんなに大きくないけど7時間ぐらいで焼くんですけど、灯油は非常にカロリーが高いんでね。2000年頃から子供食器をやり始めました。そして子供さんに使いやすいってどういうことなのかなっていうことを必死で考えるようになりました。うちで一番売れるのはこの品ですね、優し鉢の M。 内側のカーブ、機械生産では肩から抜きづらいちょっとこもったカーブです。だから内側のものがスプーンで押した時外にこぼれないんです。そして優し鉢の M は倒れないバランス、ギリギリまで傾いても復元する、倒れません。そして内側のカーブの働きで食べこぼしがなくなります。縁がうねらせてあるんで上にお箸乗っけた時に転がり落ちません。夏になったらこれでそうめんやそばをすする、広いつばが手の上の傘、すすり上げて麺の箸が踊っても手にタレがかからない、テーブルにタレが散りません。毎朝うちはこれで納豆をかき混ぜる、まずネバネバを一生懸命出すためにすごくかき混ぜます。それが高台とこの縁にしっかりと指がかかるんで結構力がいるけど楽々とこぼすことなくかき混ぜられる。その上にうちは卵を1個割ります。それをかき混ぜますが押さえてる指にただの一度もナットついたことないですね。冬は鍋の取り鉢にも使う、シルエットも同じです。夏はそばそうめんすすって、冬は鍋の取り鉢にも使う。このうねった縁のところに羽子板型の大根おろしを乗っけて大根おろしもおろしてます。うちの仕事場からは向かい側に崖が見えます。その崖に夕日当たったらあともう一頑張りして7時前まで仕事します。さっきも言ったけど灯油釜なんですね。普通電気釜で焼く標準の温度は1220、1230、それぐらい。でもうちは1330度まで温度が上がってます。これ焼き物屋が使う温度計でオルトンコーンっていうんですけど、通常の釜だったら5番6番ぐらい、うちは11番を倒してます。オルトン11番関東ですね。でそうやって焼き上げた品を養魚試験場に持ち込んで JIS 規格衝撃テストを受けます。割り比べるんです。うちの作った陶器に衝撃テスト用のハンマーが振り下ろされます。そしてそれが縁に当たります。どれだけこのハンマーを持ち上げてどれだけの衝撃を与えたらかけたり割れたりするかを調べれば丈夫さは測れるんです。下にある2つは磁気ですね、上にある2つがうちの陶器です。陶器は粒子が粗い、磁気は粒子が細かい。世間一般の焼き物でいうと陶器は磁気よりも脆いとされてますが、
うちのは磁気よりも強度が出てます。そこが一番の売りなんですけどね、まあ、それはなかなか見えない。この縁があるってことで盛り映えします。額縁効果です。背景から切り離されることでこの縁の中にあるものに人間の意識と視線は集中して盛り映えます。磁気も陶器も必要なんですよ。普通の人の暮らしの普段使いの焼き物、どちらにも良さがあります。うちはこんな風に普段ご飯食べてます。蓋物の中にお漬物が入ってます。そういう色が本当の絵なんで、それを引き立てるために基本の白、陶器の白、温かみのある白だと思ってます。お醤油差し、ガラス器ですね。いろんなもん組み合わせて使ってこそ日本人の食卓じゃないでしょうか。それが日本の文化であり、焼き物と工芸の文化だと思います。お味噌汁は木の碗で食べてます。ちょっといい値段のする木の碗を使ってます。ご飯茶碗ね、飯碗って言ってますけど、普通の暮らしの何でもないひとときにとんでもない幸せ、いい器で、さらに柔らかい印象、でもとても丈夫。よそさんより100度高い1320度の焼き、手取りは軽く柔らか、癒し効果、断熱性と保温力、陶器の良さはそのままなのに磁気よりも丈夫、染み込まない、電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK、 たたら作りの皿はオーブン不可。みんなさ、この模様とか見てさ買ってるけど、本当はそうじゃないところに手で作ったものの値打ちがあって、ここです、何にもない白いところ、この内側の底のこと、ここにお金払う値打ちが隠れてます。こっちは機械生産で作ったスフレカップなんですけど、まあコーヒーカップやなんかでも同じことで、機械である作り方をすると必ず内側の中底、ここにきつい90度の角ができてしまってますよね。お茶やコーヒーってタンニンが強いでしょ。洗いきれない部分が徐々に蓄積して、必ずここに黄ばみの輪っかの蓄積が起こる。ハイターを使っても取れるやどうやわからへん。これ絶対経験したはずですよね。なんか知らんけど不潔だから、僕はカップを作るときに角を出す木のヘラを使いません。指だけで仕事してます。こうです、僕の中指のこのカーブが丸い中底を作ってるから、一洗いで洗い切れてしまう。これ洗いにくい黄ばみの輪っかのつくものと、毎回簡単に洗い切れて常に清潔なものと、それだけの値打ちがあるんじゃないですか。ここがお金払う値打ちのある指のままのカーブですね。指のままの丸い中底はちっとも汚れないの。指の丸み角がないの、汚れがつかないの、いつでも清潔よ、汚れを超えていけ、タッタッタッタタン。柔らかい印象、でもとても丈夫。よそさんより100度高い1320度の焼き、手取りは軽く柔らか、癒し効果、断熱性と保温力、陶器の良さはそのままなのに磁気よりも丈夫、染み込まない、電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK、 たたら作りの皿はオーブン不可。滋賀県琵琶湖の東、鈴鹿の山の始まりの場所、自然の真っただ中で暮らしてます。文様は自然の中からもらいます。6月に咲く山帽子の花から風緑門ができました。家のそばで木いちごが実ってたので、ブルーベリーの文様に合わせてオレンジベリー門ができました。
いちご狩りを町内でして、それでできたのがいちごも、もう長く作ってます。2000年頃から子ども食器を始めました。それでリクエストに応えてるうちに、いろんな文様がどんどんと増えてきました。6月生まれの子どもさんのためにジャスミンの文様を描いたり、クマちゃんを描いてくれというリクエストもある。ネズミ年に生まれたからネズミの文様を、犬年に生まれたから犬の文様を、リスとリンゴ、こんなおじんが可愛い絵を描いてたら変なので、アバターとして風の子ハプーを考えました。趣味は山登りです。こんな図柄を作ってくれと言われたこともあります。ここにザックを担いだ登山者がいるんです。そこが工夫でした。まあ、家の周りにはたくさんの鹿もいます。染め付け小皿も作らせてもらいました。これはお湯飲みにしたサーフィンの模様ですね。京都以外にも僕は修行にもありました。京都で6年働いてから越前焼き、美濃焼き、益子焼きと回りました。織部も好きです。もともとは美濃で焼かれたものですよね。ごく最近ですけど、ハワイの文様を描いてくれと言われました。それでできたのがこの辺のハワイの模様ですね。子供さんは恐竜も好きなんで、恐竜も調べて描いてます。電車が好きな人もいます。鉄道オタクっていうんですかね。もう今までにマリンライナーとかドクターイエローとかいろんなの描きました。湯布院の森とか伊三郎新平とかそんなのも描きました。これはうちの定番なんですけど、僕京都生まれですから、京都の5つの景色を描いたお皿、もう30年以上作ってますね。清水のお寺と、まあ、鴨川の流れかな。まあ、究極の渋いということで言ったら、こういう黒い釉薬物、この近くにある石仏のあるお寺から考えた地蔵門、これももう今でも清水だか並んでますけどね。これは龍馬にちなんで作った、龍馬湾っていうもんですけど、焼くのは灯油釜です。電気釜でもなくガス釜でもなく灯油の釜を使ってる。それで高い温度で焼く。それがうちのものを決めてると思います。柔らかい印象でもとても丈夫。よそさんより100度高い1320度の焼き。手取りは軽く柔らか、癒し効果、断熱性と保温力、陶器の良さはそのままなのに、磁器よりも丈夫、染み込まない。電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK。 たたら作りの皿はオーブン不可。これは食べるためのスープ碗です。飲むためのカップじゃないんです。食べるためだから左取ってです。
左手で持って右手でお箸やスプーンで中のものを食べるわけです。だからこっちが正面、こっちが正面、向こうにが来る。左手で持った時に正面がこっちに来るようになってます。こっちは大人用のスープワン、こっちは子供用のスープワン、 300cc200cc、 このカーブ中のものがそこへこぼれないようになってるから、物をかき混ぜたりしても外へ物が出ない。これいろんなことで便利なはず。でみんなどうしてもさ、外の模様ばっか見て物買ってるやん。かわいいわーって。かわいいは3番目に大事。一番大事なのは今の暮らしに合ってるかどうか。電子レンジ、食洗機、オーブンでグラタン焼いて大丈夫。陶器だから手取りは軽く、熱いものは熱くなく持てる。陶器なのに磁気より丈夫で染み込みがない。土の工夫と焼きの工夫、これが一番大事。今の暮らしにぴったり合ってる。2番目に大事なのは何か。食べる手を助ける働きがあるかどうか。食べこぼしがない、物が外へこぼれない、手取り軽く熱くなく持てる。陶器だから、陶器は粒子が粗い、粒子の粗い土を使ってる。その上に白化粧土というのがかけてある。これは磁気を薄めたようなものです。これが機械生産で作られる磁気。非常に粒子細かくて、不透明な白いガラスみたいなもの。じっとり持ち持て熱々なるのが磁気の弱点。だから薄く作ってある。だから余計に熱い。陶器は空気の粒いっぱい、手取り軽く、断熱性高く、保温力も高いところです。強度が弱かった。焼いてる温度、うちはよそより100度高く上げてる。この土もうち用の土ですね。他にどんなエコードか。みんなさ、外の模様を見てここを見て買わないと。ほんのちょっとの逆カーブ、ここが働く。ここがお金払わないうちですよ。 300cc 入るときは 300g 重くなる。その左手の指1本で持って、こう力がかかる。ここが中指にフィット、親指の押さえがしっかり効くです。こういうところが大事。細くて丸くて、この逆カーブがなかったら骨の上で 300cc と器の重りが、重みが全部ゴリゴリゴリ。ほんのちょっとのことが使い勝手を高めてあるわけ。使ってもらうと、あ、なるほどなとなるんですけどね。でこの指1本で持てる取っ手の方が邪魔にならないでしょ。洗う時もぶつからん、しまう時もしまいやすい、食洗機も入れやすい。小さい取っ手、肉厚のテープ状で指がよく絡み、親指が押さえが効いて中指のカーブがフィットすると。これやったらこの1本持ちでいいわけです。小さい方が使い勝手がいいということでこの選択ですよ。でもそれを3歳児さん4歳児さんに言うのは酷。3歳児さん4歳児さんの未発達の指には肉厚のテープ状、一番指が絡み、3歳児さん4歳児さんの指が4本通るとって、こういうふうにしっかりと指がかかる。まあ大人やったら2本ですけどね。まあ、5歳児さんでも指3本、3歳4歳と指4本通ってしっかり握れる。そしてそれは手が落ち着く感じですね。持ってったら左手を添えるというマナーまでが自然に身につく。中のものは外へこぼれへん。明るく元気な食卓の友達が自分の食べる手を助けてくれる。マナーまで身につく。すごくない？やばくね的な、マジマンジなスープワンです。柔らかい印象、でもとても丈夫。よそさんより100度高い1320度の焼き。手取りは軽く柔らか、癒し効果、断熱性と保温力。陶器の良さはそのままなのに、磁気よりも丈夫、染み込まない。電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK。 たたら作りの皿はオーブン不可。夫婦2人の暮らしです。毎朝これで2パックの納豆かき混ぜるのは僕の役。親指が縁にしっかりかかって、他の指が後大によくかかる。結構力いるでしょ、納豆かき混ぜるのって。その時外へこぼれないから、このカーブで外へこぼれるようになってるからね。安心して力入れてガーってかき混ぜてます。納豆かき混ぜにすごく都合がいいです。
その後で卵割るんですね、1個ね。そうなるともうここまで来てんだけど、これも押さえてる縁に納豆と卵がつくことはない。ちょっとこもったカーブがそんだけの働きしおりますわ。大慌てでかき混ぜても手に納豆がただの一度もついたことないです。このカーブの働きを見といてね。納豆かき混ぜにもこの優し鉢の運はよく働きますよ。柔らかい印象でもとても丈夫。よそさんより100度高い1320度の焼き。手取りは軽く柔らか。癒し効果、断熱性と保温力、陶器の良さはそのままなのに、磁器よりも丈夫。染み込まない。電子レンジ、食洗機、オーブン加熱 OK。 たたら作りの皿はオーブン不可。Thank you.